ですね、今日はよく刀の由来になってる、まあ、ことわざじゃないですけど、その言葉をちょっと説明させていただきたいと思います。皆さんよくですね、まあつばぜり合いという言葉があるんですけれども、それはまあつばぜり合いっていうのはですね、相手とこう向き合ってこうですね、こうつばを当てて、様子を見てる状況をつばぜり合いと言うんですけれども、状況がね、膠着したっていうか一進一退の状況になってるという状況を表せて、まあそれを例えてつばぜり合いということになっているのではないかと思います。あと今ちょっとしのぎの削り合いだなっていう言葉もあるんですけども、刀はですね、この部分しのぎって言うんですよ。でよく時代劇とかで刀を歯と歯でこう合わせながら避けてる場面あるんですけども、これは実際にはちょっとありえないですね。なぜかというと、刀と刀歯と歯がこう合わせた状態で避けますと刃こぼれしちゃいます。なのでこのしのぎの部分を使って相手の打突をこう避けます。ですから相手が打ってきたところをこう避ける、また自分がこう打っていくと相手も避ける。だから打って打たれて避けて相手も避ける、これをしのぎの削り合いと言いますね。はい。あとですね、まあよくリザヤを稼ぐという言葉もありますけれど、実際ですね、戦国時代合戦なんかはそうなんですけども、人切った後かっこよくこう時代劇みたいに刀を振り回して納刀する場面があるんですけども、それはどうやらなかったみたいですね。じゃあどうするかっていうと、合戦の時はもう鞘を投げ捨てます。実際はですね、なぜかというと鞘があればですね、こう、まあ、実際動きにくいんですね。もう後ろからですね、まあ、実際の合戦ですから正々堂々と戦うっていうことはまあないわけですね。相手の命を取ったら勝ちですから。ですから鞘を掴んで相手の動きを止めるとか、そういうやり方もあったみたいなんです。なので、鞘をつけてると、合戦の邪魔になるので、鞘は投げ捨てるのが、慣例でした。でその後ですね、合戦が終わった後どうなるのかっていうと、まあ、鞘を投げ捨てて逃げる人もいるかもしれないし、まあ勝った人はね、自分の鞘を見つけて元の鞘に収めることになるんですけれども、残った鞘ですね、まあ、農武士の方とか近隣の農民の方が集めます。じゃあ鞘いくらでも売れますので、拾ってきた鞘を、まあ武具商人に売って利益を出す、これをですね、まあ、リザヤを出すという言葉になりましたね。であと鯉の鞘当てとかねありますけど、この実際鞘、これ鞘っていうんですけども、往来とかでねこうぶつけると喧嘩の合図、または喧嘩の原因になったらそうですね、まあそれを称してね、鯉の鞘当てっていうふうに言うようになったんじゃないでしょうかね。はい。ちょっとね、刀にまつわる話をさせていただきました。